今日は今朝8時半となっております。今日はね、また LCQ の第2日程もありますが、その前まで時間もありますし、まずは何といってもね、朝一番ご飯を作って、食べて元気を出すということでね、こちらキッキに来ております。で、今日の朝皆様おなじみオートミール、まあ、30g ほど、そして今回しじみです。つまりこの献立はオートミール味噌汁ということでね。いやー、こっちはね、暑いから汗かいちゃうんですよ。なので塩分もしっかり取らないと。お湯を注ぐだけで完成でございます。はい、朝食完成いたしました。こちらとなっております。オートミール、そして松木をプロテインバー、あと抹茶味出てます。そして、こちらね、まあ、インスタントコーヒー、あとでね、この近くの、コーヒーショップ行ってみたいと思うんですが、やっぱこっちはね、朝やってないんですわ。1時からということなんで、そのぐらいになったら行ってみたいと思います。そしてね、まあ、モケがいると。おはようございます。ありがとうございます。プゲは、今日トップ48戦い抜くので、練習に余念がないです。これはね、海外に行った時のみの話ではないんですが、サプリメント。欠かしておきません。まず、マルチビタミン。これは DHA、EPA、またこのね、ロートさんの目にいいやつ。うん。まあ絶対体調は崩しちゃいけませんので、サプリ取っていきましょう。いただきます。安定ましたね。抹茶味出ました。うん、寒さ、おかしいだね。で、本日はね、後で、アラブの伝統的な、レストランに行けるかもしれませんので、そちらもご期待ください。それでは。はい、こんにちは。こちらは、1時頃となっております。昨日は1日トレーニング的なことはしておらずですね、まあ、この辺にジムでもないかなと思って今日検索かけてみたんですが、まあ、なかなかね、この辺にはちょっとないみたいで、ジムがない時の、室内でトレーニングするやり方、まあいろいろあるんですが、胸周りは、プッシュアップで腕立て伏せで、鍛えることができますが、僕ね、胸やるときは同時に二頭筋も、まあ、別の種目でね鍛えたいと思っております。で、普段はまあダンベルをジムとかでもやるんですけど、まあ、こういうね、旅先でそういうものがない時にどうするかというと、実はね、いいアイテムがあるんです。しかもこちら僕予備機として必ずもう一台持ち歩いてるんですよ。もう察しのいい方はお分かりですね。こういう形になるわけですわな。
じゃあこれで一セットいってみましょう。これは肘を動かさないのがポイントです。するとこの二頭筋、腕の前にね入るんですわ。これがこうしてね、滞在が長い時は、まあ軽いね、運動でいいんで行って、整えていくことも非常に大切だと思いますので、皆さんもよかったら試してみてください。それでは。いや、BNB を出てね、こちら今歩いております。ただまだ、いや、43度。43度ですね。まだなんか、そんなでもない気がするのは。風が出たばっか。あ、本当だ。ありますから。あ、ラスベガスと違うのは。そうそう。風だ。さすがサウジ歴。てか、この前。眩しい。めっちゃ眩しい。眩しいな、これ。今どこに向かってるかと申しますと、コーヒーショップ。ベロ。に向かって歩いております。工事してるのが多いですね。そうだね。まだだから建設中のエリアなんじゃない。あの奥もね、また新しいアリーナを作っていると思われます。あ、これかも。ベオじゃない。あ、書いてる書いてる。小さく書いてる。小さ。あ、ベオだ、ベオ。ベオ。あ、ベオ。入ってみましょうか。すごい綺麗な感じ。綺麗だね。中でせっかくだから飲んでいこうか。マジですか。 Can I use a visa touch? Yes. OK. お、ビザタッチでやらせていただきました。 Thank you. ありがとうございます。はいはい。どういう、ここにしようか。じゃあ歩いてどこに行くのか。こんなおしゃれなカフェがあるとはね。ただここ以外に徒歩圏内で行けるところは、まあ頑張ればあの会場のフードコートとかあるのか。そうですね。いやでもあの会場も開くのは遅いですよ。あ、そうなんだ。開くのはもうだってスタバですら4時とかで。あ、やっぱそういうところなんだね。ここはみんなそうだ。ちょっと暑さが和らいでからみんな生活する夜の、はい、ああなるほど、そういう生活リズムになってくんだろうな。来ました。こちらのお店の名前、ベオ。ベオのシグネイチャー、つまりベオスペシャルってことだね。こちら24サウジアラビアレアルだっけ。こっちの通販でサウジアラビアレアルなので、だいたい1レアル40円なので、こちら1000円です。1000円。そしてシナボンも1000円。うん。まあ、なかなかのお値段です。で、模型はアメリカーノと、なんかチョコの、シュークリームとかなのかな。なんか入ってるのかわかんないです。じゃあ早速、いただいてみましょう。ベオシグネチャー。これは初めて飲みます。ああ、なんかこっちのコーヒーさ、なんていうの、苦味が結構強くない？苦いっすね。いやこれもめっちゃ苦いな。昨日のね、あの会場でダルザさんにもらったアイスコーヒーもだったんだけど、苦いです。でもこれはあのなんていうの、これちょっとね、こういう感じになってるんですよ。牛乳も入ってるし、
なんか特別な砂糖が入ってんじゃないかな。多分ね、スタバとかの味もちょっと違うんじゃないかなと思ってます。これはこれで、なかなか他で味わえない。深い味わい。じゃあせっかくなのでアメリカーノ。ノーマルですからね。ノーマルアメリカーノ。あ、酸味ですわ。全然違う。なんかすごい例えをするとちょっとお味噌汁飲んでる感じ。そうっすかね。そんぐらいなんかちょっとしたコクというか香りがありますね。深みがあるね。美味しいです。ちょっと顔が、まあそんな顔してたか。太陽の日差しが。これは？ん？あ、これ？あ、これですか？あ、硬い。生地が硬い。クッキーなのかな？お、全然反応ちゃうやん、お前。今のコーヒーの。シュークリームに近いかも。あ、やっぱシュークリーム入ってんだ。あ、ほんとだ。いいですね。なるほど、なるほど。うん。まあ、おしゃれな、はい、シュークリームという感じで。うん、美味しい。めちゃめちゃ美味しい。はい、今こちら、午後の4時。で、会場は5時に開いて、6時から試合が始まるということでね。皆さん今、各々の集中タイムに入っております。はい、こちらは、午後6時前となっております。気温は、42度。まだまだ暑いですね。ただ、日が落ちているせいか、体感的にはそんなに暑くは感じません。今日はですね、歩いて、こちら、e スポーツワイルドカップの試合会場、それとファイター6の最終予選の試合会場まで歩いて行ってみたいと思います。で、本日トップ48からトップ8まで、戦っていくということですね。さあ、こちらのでかい建物は試合会場なのですが、このね、e スポーツワールドカップの敷地っていうのはもうずーっと続いておりまして、ほんの一部に過ぎないとなっております。だこのちょっとした先に横断歩道はあるんだけど、信号は特にないでしょ。ちょっと横断するのね、勇気いるんですわ。お、あの人すごい、もう真ん中歩いてる。こういう感じで渡るのかな。この先にね、なんかちゃんとした横断歩道のマークがちゃんと掲げているところがあります。そちらで、渡っていきたいと思います。はい、横断歩道が見えてきました。 あの方渡られてるのはそうですね。あ、ここにもなんかお店あるんだ。ちょっと明日来てみようかな。ちょっと確認をしてみましょう。あ、コーヒーショップっぽいな。この前ベオコーヒーとは反対側にちょっとしたお店があるみたいですね。まあまあ覚えておきましょう。そして、こちらでございますね。横断歩道、こちらを渡っていきます。一応ね、片側1車線なので渡っちまうか。
たどり着きましたね。で、僕前にサウジアラビアに来た時に学んだことなんですが、あの白い、まあ、体を覆う服の上に、赤い巻物を巻いている方は、あれの赤いのはサウジアラビアの特徴と僕は教えていただきました。さあ入っていきましょう。さあ、またね会場の中に入ってきました。で、これから昨日の戦い抜いたトップ48の人たちが、今日は8人になるまで戦いが続くということでございます。もう間もなくね、始まると思います。さあこちら面白そうなところがありましたので、来てみました。これはなんか記念館なのかな、キングダムフルオブチャンピオンズ、歴代のなんか優勝者の写真とか記念館ってことですね。これオーバーウォッチ、この方は FIFA アラブリーグ鉄拳7の女性プレイヤー、サウジのナショナルチーム、おバロラントだ、へえ。これ歴史ですね。2017年ぐらいから、まあ、この e スポーツ、まあ、事業というか、まあ、いろんな大会とかも含めて、まあ、行われてきたと。で今2024年になっていろいろありますよということでしょうか。この人たち、俺取材したよ。これブレイカーだ、左ブレイカーで、ブレイカーのおっちゃんのホンダ使い、右がで左がバルログ使いのブレイカー。あ、ウィンウィンシチュエーション。あ、ファーザーさん、あ、そうだよね、そう、この親子です。僕2年前来た時にこの人たちお話しさせてもらいました。ファーザーさん、セレブレーティングデュアリングザ e スポーツフェデレーションカップ2022 Where am...アンプレシデントコインシデントオカーズ、予想できないことが起こりました。息子が、父親に対して戦うことになって、そして勝ったプレイオフで、そしてウルティメイトリーセキュアリングザチャンピオンシップ、じゃウィンウィンウィンシチュエーションになるんだ。これは親さんは息子が勝ってくれて嬉しいと、息子も父親をね、まあ、超えることができて嬉しいと。なるほど、こういうこともあったんだな。確かこの方たちには2年前にインタビューしてるので、そちらの方の、動画も僕も見直してみることとします。さあ、まあこういう感じでですね、ミュージアム等もしっかりあるという感じでございますね。はい、トップ8まで決まりました。本日の試合を終えて、これからご飯を食べに行くところでありますが、あちら KOF 勢の方はひょっとしたらわかるかもしれませんが、KOF 15にですね、こちらのステージあります。ゲーム内のステージですか。そう、あ、こちらを KOF ってね、よくやんのよ。あ、そうなんですか。大阪の、昔大阪のステージとかもあったし。ああ、ほんまじゃ。餌か、ここサウジアラビアリヤドのステージもあります。すごっ。はい、会場から30分ほどダルザさんにね、ドライブしてもらってきました。で、これだいぶね、先ほどの場所とは違って、なんというかちょっと栄えてる、普通のお店とかがきらびやかなお店とかが見える場所にやってきました。ここです。もともとこちらに住んでる方々のレストランということでございます。すごい。The Ismail Mansion.
すごいな、この扉。さあ、こちら階段を上がっていくと、なんとですね、これは何でしょうね、お皿？すごいな、半端ないな。これは本当にトラディショナルな、すごい。びっくりした。あ、こういうところあったな。行ってみましょうか。すごいことになってます、この超長テーブル。これハリーポッターでしか見たことないです。さあ、今僕やらせてもらったんですけど、この煙をですね、これをこう、これ歓迎の煙、これは多分清め、やっぱでもお線香の匂いだ。アラビアンコーヒー、アラビアンコーヒー来ます。おー、コーヒー、あったかい、いただきます。もう香りがちょっとジンジャーっぽいですよ。アラビアン、ちょっとね、まあ、不思議な味です。ちょっとジンジャーっぽい、体が温まりそうな味です。うまい。でこれでもね、2年前にも多分飲んだことある。お茶美味しくいただきました。これはデーツじゃないの？今、ちょっとずつ終わられております。デーツと一緒にこのお茶を飲むのがもう伝統ですから、ね、確かね、2年前に教えてもらった気がするんだよな。まずはこちらいただきます。これはもう、うまい。あー、これ思い出す、思い出しますね、2年前を。さあ、ついに宴の始まりでございます。こちらケバブプレートの中にフンムス、ひよこ豆のペーストです。いただきます。このフンムスがうまい。酸味効いてますけど、このね、あったかいパンに合います。これはブドウの葉っぱに米と肉を包んだもの。いただきます。うん、確かに言われてみればちょっとブドウ風の風味だけ確かに感じるかもしれない。ああ、いいね。あ、お皿にですね、盛り付けてくれてます。このようにですね、ちょっとずつ盛ってくれる。これは一体何なんでしょうね。ちょっと食べてみましょうか。いただきます。ん？なんだこれ。とろける。さあ、そしてマッシュポテトです。これはおそらく、うん、にちょっとお肉、あ、でもマッシュポテトもちょっと酸っぱいな。酸っぱいよ、うん、こっちの味付けは酸味を、こ
チキンと炒めし。これメインディッシュじゃないですか。いただきます。これは独特。なんて言うんだろうな、これ中国のあの五香粉を使ったみたいな、ちょっとね独特なあのハーブの味。チキンもいってみます。うん、柔らかい、ほろほろ。味はやっぱり同じところにあったからか、先ほどのスパイスのね、味は。こっちの米はもっと細長い。うん、なんだ、ほのかに味がついております。そしてこちらはラム肉ですか。これはなかなか食べないね。あ、非常に柔らかくて美味しいです。ほろほろ。いやでもガチ君の辛いは辛いにあらずいきます。あーでもスパイシーだね。ピリリときます。何なんだろうなこれ。ご飯と一緒に炊いてあったこちらのですね、なんか黒っぽい丸いものをちょっと割って中から出てきたスープをですねいただいたんですが、これはうんってなるね。なんだろうこれ。でも、まあ、果物なんだろうこれ。ご飯と一緒に炊いてあるこちらの黒いもので中からちょっと液が出てきます。こちらの詳細について皆様、コメント欄で何卒よろしくお願いします。最後はスイーツいただいてみましょう。あ、ちょっと柔らかいかも。あ、ちょっと揚げパン風な、外はカリッとして中はふわで、外側はおそらく砂糖の膜でコーティングされている感じになるかな。中あったかいです。あ、ポンデリングを、丸いのあっぱり。ポンデリングってこっからサウジから持ってきたのかな。そうだ、ポンデリングだ。よかった。うん、締めにぴったりだ。さあ、このね、おいしい、very traditional and good experience for us. Thank you, thank you so much. Do it with your hand. Yeah, actually, the 2 years ago. 2 years, yes, I remember. Yes, now, yes, yes. Now, did you? Now, no. Thank you. Thank you. Good night. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. You need now? Yeah, okay. さあ、非常にいい経験をさせてもらいました。最後に出たと言いました、あの丸いポンデリング。そう、うん、まあ、ポンデリング、あれをポンデリングはここのサウジからあれを集めて作った説がもう我々の中で濃厚です。手間かけて作ってます。マジで手間かけてます。あれ、ね、あれ美味しかったね。あれマジでうまい。まあね、あれは前に食った時に美味しかった。腹いっぱい。どうぞ。 You are the best. Thank you. Thank you. I love Japan. I love JapanThank you. ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。You are the best.
それでは帰路に着きます。はい、Airbnb に戻ってきました。もう夜も更けております。もうみんなね、本当は終わってね、ご飯食べてからゲームセンターで遊びに行く予定だったんですが、もうね疲れ切ってるっていうのもあるし、ゲームセンターはもうすぐ閉まっちゃうということで、戻ってまいりました。いや、本日はサウジのね伝統的な料理を食べることができて非常に満足しております。で、眠気もね相当きますんで、このあたりで終了させていただきます。それではまた明日は、トップ8あります。ついにねサウジの LCQ4 人が抜ける戦い、一体誰が勝ち上がるのか明日注目して見ていきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。